私はいつだって完璧な存在。マツリカ様、おはようございます。あら、ごきげんよう。シリュウ・マツリカ様だ。今日も華麗ね。また中等部の成績トップよ。我が子を切っての才女よね。だったはずなのに。今日から皆さんお待ちかねのパートナー決めです。我らが月城学園では互いに吸血をさせ合うパートナー制度を推奨しています。パートナー、策以外に考えたことなかったわ。でもそっか、もうそんな時期なのね。みんなも分かっているように、私たちは思春期から吸血できるようになり、異性の血を求めるようになります。今まで血液パックやサプリで血液を摂取してきた皆さんにとっては初めての吸血になりますね。今後はパートナーと血を吸い合うことで生命を維持していくことになります。パートナーとは結婚する人も多いんですって。素敵。今日はまず隣の席の人と吸血の練習をしてみましょう。よろしく。お、マツリカ様のお相手、桐生瑞希様。高等部の桐生一水様の弟君なのよね。このまま本当にパートナーになったりして。シリュウさん、聞いてる？どうしよう、サク以外の男に興味がなさすぎてみんな同じに見えるわ。シリュウさんと練習だなんて光栄だな。いけない、集中しなくちゃ。じゃあまずは私から行くわね。最初は相手の目を見て。無理。まつりか様。虫が止まってて。あれ、なんか気持ち悪い。まあ気を取り直して。慣れるまで時間のかかる人もいますし、月末のパートナー決定日までに初吸血を済ませないと単位を取れませんからね。はーい。このままじゃ落第。この私が。そんなのありえない。なんとかしないと。いや、それでなんで俺なんだよ。